自由に使えるフリースペースのですねラウンジカーというのを設けたのも新しいリニューアルの形となっております。で中入っていただくとですねまさにそのファミリー層をターゲットにした仕様になっておりまして、中にですねいろんなそのカルタとかルリエとかですね、まあ、実際にあるんですけど楽しめるような中身になります。でそれも全て無料で貸し出しをさせていただいてですねこの旧型客車のラウンジカーの中で、楽しんでいただくということをコンセプトに作っております。ガイドカーテンという形になっておりまして、まあ、見ていただきますと他に縄文三山あたりですとかあと群馬を代表します涼しですとか秋場所とですねあの有名なキャラクターが実は遊んでおりますので